王様がいない状態で考えるとき、自分の感覚は正しいのだろうか。疑念は不当かぶ。そして追いかけているのが民意、大衆の意向だとすると多数決それでしかない。それも正しいのだろうか。それは感じる。王は孤独な牢の中、王は正義である。その我が愛人は自分に命じられてそこへ挑み、失敗し捕まって、敵の慰み者にされているのだ。まず命じた事実が存在しない、としても王の世界。それ、ただのストーカーですよね。しかしそれが王の、神様、の感覚かもしれない。根拠がなくても正義。王がいないとしたら、創作の是非は、売れたか売れないか、受けたか受けないか、でしかない、わけだが。自分は面白いと思う。それが、その壁にもろくも崩れ去る現実はあって、そういうのを否定して求められる。